道をご通行中の皆さん、こんばんは。私たちは安保法制の廃止を目指す中野アピールと申します。この1ヶ月間、総選挙のために、ご無沙汰しましたが、また、ここの一堂で第1と第3の火曜日6時から7時ここで立たせていただくことにします。私たちは、ここの7区の長妻明さんを野党一本化の候補として擁立し、勝つことができました。私たちは、渋谷と一緒に市民連合を作って、その市民連合と、野党をつなぐということをやってきました。しかし国会は全体としては自民党が解消し、3分の2以上の数を取ってしまいました。私たちの戦いはまだまだ続いていきます。戦争に向かう道、そういう道に進まないために、私たちは3年前からここに立っております。その戦いはまだまだ続きます。皆さんもどうぞご一緒に参加してください。よろしくお願いします。今日も中野地区の方々とリレートークを始めたいと思います。よろしくお願いいたします。では南台の江原さん、よろしくお願いいたします。中野駅ご利用の皆さん、お疲れ様でございます。今日も一日のお仕事、ご苦労様でございます。こちらは皆さん今黄色いチラシをお配りしておりますけれども、安保法制の廃止を目指す中野区民連合と言います。ぜひこれ今お配りしておりますチラシをご覧いただきたいと思います。今日のお宮にはいくつかの大きな課題が示されておりますけれども、今何よりも皆さん方に非常にホットな現実ということを振り返っていただいて、皆さんと共に考えていかなければならないこと、それは今先ほど先頃の総選挙の結果については、司会の松井さんから概略のお話がございました。そうした今状況を踏まえて、今最も私たちが皆さん方と一緒に考えていただければならないのは、いわゆる北朝鮮問題を本気になって皆さんと一緒に考えたいと思うわけでございます。皆さんご承知の通り、アメリカからトランプ大統領が訪日して、これまでトランプ大統領は朝鮮に対する今の、危機を克服するためには、武力攻撃も辞さない、軍事行動を排除しないなどと言っておりますけれども、軍事行動を排除しないということは武力攻撃もあり得ると、そういうような言い方を変えればそうなります。今アメリカが本当に北朝鮮に対して武力攻撃をしたらどうなることでしょうか。皆さん考えてもみてください。今朝鮮の方から日本に向けてミサイルはいつでも発射できるような状況にたくさん配備されている、こういうことを言われております。アメリカが北朝鮮に対して武力攻撃をすれば当然のように北朝鮮は反撃します。そしてその対象になるのは真っ先に日本だと、多くのこれは指揮者が言っております。本当に、他人事ではありません。皆さん、アメリカのトランプ大統領が
こうした武力攻撃もしないというようなことに対して、日本の総理大臣の安倍首相はそういうことに全面的に、それも含めて賛成すると、こういうふうに言っております。武力攻撃にも賛成するということは、万が一トランプ大統領は北朝鮮に向けて攻撃をすれば、反撃として北朝鮮がまずは南に反撃するよりも、この日本にアメリカとこれほどぴったんこで本当に中堅八高のそうした状況にある今の、日本の総理大臣、アメリカのトランプと一緒に心中するわけにはいきません。皆さん、この日本列島にはいわゆる日本海側には、皆さんご承知の通り、発電、原発がたくさん並んでおります。そうした原発に対しましても、北の方からミサイルを撃ち込まれれば、この原発が爆発してしまいます。そういうような状況、また、この原発だけではありません。日本にはアメリカの基地がいっぱいあります。一番手っ取り早いのはこの東京におきましても横谷基地があります。あるいは皆さんもご承知の通り、日本列島にはアメリカの基地だらけと、こう言っても過言ではありません。青森の方にある三沢基地、あるいはまた佐世保の基地、あるいは沖縄に行けば沖縄には米軍の海兵隊が駐屯する、そうした拠点の基地があります。ですから、そうした意味では沖縄は再び戦場に なるということを考えなければなりません。このようなことを皆さんどうしても避けるためには、アメリカと一緒になって、何のことでも、どんなことでもアメリカについていくという、こうした安倍首相の考え方は絶対に反対していかなければならない。安倍さんが一人死ぬのは勝手にありますけれども、多くの国民が死ぬのは困ります。ですから、皆さんと一緒にこうして安倍首相のまさに狂気の沙汰と言わんばかりの、そういう状況に対して大きくブレーキをかけていこうではありませんか。皆さん方がご存じの通り、今日の新聞にもあります、今日の新聞にもありますように、アメリカトランプ大統領は軍事行動も排除しない、軍事行動、いわゆる、武力攻撃もしないと、こう構えております。それだけではなくて、日本に対してより安全で求めるならば、アメリカからもっともっと武器を買えと、こういうことを言っております。そのことに対して、日本の総理大臣は買いましょう、買いましょうというようなことから、これからどんどんとそうした日本の武装というものを強化するために、日本の軍事費がますます増えていくことになってしまいます。私たちが一番今危機的状況を迎えて、皆さん方の本気になって考えてもらわなければいけないのは、のんきにしている場合ではありません。アメリカが本当に北朝鮮を武力攻撃したら、皆さん、日本がやられる、反撃される、これはそういう意味では非常に危機が迫っている、これは極限まで、圧力を高めると、こう言っております。極限まで圧力を高めても、それでも朝鮮がどうしても言うことに聞かないという時には、もう残る手段というのは武力攻撃しかない。こうなった時に本当に危険です。いろいろテレビ討論などでもやっておりましたけれども、今来年の2月前後のが非常に危険だと、そういう中で一定の結論をアメリカは出してくるのではないかと、こういうことを言っている指揮者の方もおります。万が一そんなことになったら、来年の2月頃は、北朝鮮とアメリカ、これがドンパチ始まる、そういう中で日本が攻撃される、そういう危機に直面しているということを、皆さん今振り返り、しっかりと見極めてください。今私たちは平和にこうして毎日毎日忙しく仕事をしております。商店街も賑わっております。しかし、これ一旦戦争になったりして、
北朝鮮から反撃のミサイルが東京や中野区に飛び込んできたら、こうした今の日常の平和というのは立ちどころに突き飛んでしまうわけです。小学生でも中学生でも高校生でも大学生でもお年寄りでも一発のミサイルによって大きな大きな被害を被ることになります。死者もたくさん出るでしょう。そうさせないためには安倍首相のこの向こう見ずなアメリカトランプ大統領にどこまでもくっついていくという安倍首相、狂気の沙汰の安倍首相、それを何としてもストップかけなければならない。ですから皆様方に私たちはこうして今の危機的状況を止めましょう。そのためには憲法改悪など持っているのか、これからいろいろ広いことから安倍さんは得意になって、これから横から聞くのは憲法改悪のための発議を来年の通常国会で来てくるでしょう。万が一戦争がそれまでに起こらなかったとしても、今度は憲法改悪というそういう状況になってまいります。ですから皆さん、私たちはこれからのあと数ヶ月というものは本気になって今の状況というのを見定めていかなければならないと私は思っております。私は南内の方に住んでおりますけれども、皆さんと一緒に今日は仲間たちが今黄色いチラシをお配りして、そして皆さん方に、憲法改悪反対の署名をお伝えをさせていただいております。どうぞ皆さん、他人事ではありません。一人一人が平和を求めるために今のこの北朝鮮状況、このことに対して武力攻撃など絶対させない、そういうような大きなうねりを作っていかなければならないと思っております。皆さん、そうした今の状況というのはさておきまして、皆さん方にこの黄色いチラシを見ていただきますと、この間の選挙のことにつきましてもいくつかのことで、焦点を皆さん方に、明らかにしております。アメリカではありません。日本の安倍首相は皆さんもお知らせの通り朝鮮の危機というものを訴えていたでしょう。今日本は大変な危機に直面しているということを言っておりました。そういう中で皆さん方に北朝鮮の脅威と言いながら 選挙で勝ちました。途端に北朝鮮のそういった意味での、時間的な脅威というものをどこかに置いてアメリカのトランプ大統領と一緒になって1万数千人もの警官を動員して、そしてゴルフ三昧、そしてその後夜は銀座で美味しいものを食べる、こんなふざけたことをやっているのは今の総理大臣、私たちもしっかり、目を見開いて、こんな指揮本来でたらめなことをやらせてはならない、こういうことを訴えていこうではありませんか。それでは弁士を交代させていただきます。ありがとうございました。それでは革新党の香田さん、よろしくお願いいたします。今日はお孫さんを連れての参加です。どうぞ。ご空港の皆さん、お仕事帰りの皆さん、ご苦労様です。私たちは安保法制の改修を目指す中野アピール実行委員会と申します。先ほども紹介がありましたように毎日2回この場所で皆様に実態をさせていただいております。今日もどうぞよろしくお願いいたします。皆さん、トランプ大統領が初めて来日をして今日韓国へと飛び立っていきました。トランプ大統領が来て私たち日本に一体何が残ったんでしょうか。私たち国民にとって本当にトランプさんが来てよかったねと言えるようなものが何か一つでもあったでしょうか。